ランチ TV 今回はですね、はい、なんと、うん、ゲスト、ゲストお呼びしております。眉毛のカリスマ、うん、眉毛ハリウッド、はい、ブロー、リフト、皆さんご存知でしょうか。サロンレーベの Y さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。準備完了。じゃあ寝ればいいんですね、僕は。こういった状態でお送り届けようとしてますので、いいチャンネルなんで。そうです。いや、ワセリンってこんな感じなんだな。やめろってそれ。それはそれはですよ。それはやめてもらいたい。モリソンのせいによって撮影が押すという事態が発生しておりますね。モリソンの眉毛が悪いんですよね、これはね。Y さんの技術がということではなくて、モリソンの眉毛のせいで今硬いみたいですね。そうですね、眉毛がね、言うことを聞かないようなので。僕はね、はいはい、ほっといたらつながっちゃうぐらい眉毛が、はいはい、乱暴なんですか。そうなんですよ。それこそほらリフトっていうぐらいだから、はい、この僕ほとんど立ったことがないんだよね、眉毛が、うん、立ったことないんですか、ね、ないですよ、立ったことない。今までここ数年特にないですよ。ここ数年立ち知らずな、全然立ち上がらなかったモリソンが、そうですよ、今日 Y さんの手によって。どうなんですか、その薬剤がついてるわけじゃないですか。はいはいはい。薬剤がついてることに対してのちょっとなんか嫌だなみたいな。あ、でもね、はい、ない、全然ストレスはないです。ないです。ないですか。髪の方がよっぽどあるかもしれない。ああ、そうなんだ。美容室でパーマかけてる時の方が薬剤ついてるなみたいな感じは、そうそうそう、感じるけど、うん、眉毛はそんなに全然感じない。まあ Y さんの技量もあるのかもしれない。あ、もしかしたらね、職人技によって。そう、全然ストレスないです。むしろなんかね、こう眠くなってくるような、あ、心地よさも感じるぐらいの。そうそう、うん、眠たくなるな。ちょっと本当に眠たくなる。ブローリフトをですね、するにあたってある程度長さが必要なみたいなので、利用していただく前に3週間は一応眉毛カットだったり手入れっていうのはなるべくしないでいただいた方がいいみたいなので。ちょっと皆さん聞いてください、とんでもない情報が。なんとですね、 Y さんもともと保健室の先生だったらしいです。やばいですよ。え、保健室の先生って教員免許必要なんですか。必要です。養護教諭という教員免許が必要です。え、持ってるんですか。あります。大学で。すごくないですか。すごくない。 Y さんの特殊能力いっぱいありすぎでしょ。パワープロだったらすごいですよ多分。いや、 Y さんわかんないと思うけど、こんな綺麗な保健室の先生行ったら毎日保健室行ってた。いや、なかなかね、うん、ほら出会わないじゃん、保健室、綺麗な保健室の先生。いや、そうですよ。いや、でもね、美女はいたことないな。ないないない、保健室の先生には。まずはそんなんいたらもうだって男子高生とか群がりますもん、男の子たちなんて。どうだろうね、言える範囲で。あ、いやいや、全然もう女の子もいっぱい来てくれたりとか、うん、あと小学校とかもね、いてた。小中高とあと老学校とかもいてたので、うん、学校だけではなかった。それを経て今もう眉のカリスマなわけですもんね。もう美のカリスマですよね、いわば。背負い投げはねしないでほしいですけどね、ほんとね。いろんなことができる方ですね、そう考えると。恥ずかしいですね、なんか我々は大したことにできないで。ちょっと気をつけてやるな。モリソンのじゃあ人に自慢できる特技みたいなのあります。ないです。ないです。それこそね、はいはい、物腰柔らかくて、はい、聞き上手でもあるし、うん、おしゃべりも上手なので、うん、眉毛を、うん、揺なでるだけというか、ただ揺なでるだけでも
いいんですよ。もう今あじゃあ心身ともにそうそう Y さんに完全に委ねてます。前奏になっても構わないもう大満足ですか、ええ、やっぱ自分の瓶に対して時間をこうかけるっていうのが自分へのこうご褒美的な感じにもなりますし、まあ、自己肯定感もちょっと上がりますしね。やっぱ綺麗になることでね、プラスな意味でもありますよね。そうそう、うん、まあ、だって美容室に行ったってね、うん、まあ、1時間捧げてるわけで、はい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 、綺麗になるために行ってるわけです、うんうん、先日もね、うん、そうそう髪切ろうかなと思ってとりあえず美容師さんに連絡して、はいはいはい、10分ぐらいしたからかな、うん、今日予約いっぱい埋まってます。断られました。忙しかったんでしょうね。心へし折られて綺麗になりたくてもなれないという方がY さん今肯定的には何割ぐらいな感じですかね。半分来ましたね。お、もう半分来たんですか、はい、なんかやっぱおしゃべりしてるとあっという間ですね。いやそれこそね多分あの本当にこう今動画上を結構その我々その僕とモリソンが話してる尺が結構長めですけど互いにしゃぶおしゃべりだからね。でも Y さんすごい話しやすい壁がない感じでね1時間なんてあっという間ですよ。ちなみに Y さん、はい、あのこの眉毛のハリウッドブローリフトは、はい、眉毛の形的にはその人のお好みに合わせてっていうか、お好みというよりかは、うん、お好みというよりかはその人の眉毛を生かした形を作るという。なるほど。その人の持ってるその眉毛の形になるべく変えたりとかしないで。うん、できます。マックスで、まあ、希望があればっていう感じですかね。そうですね。私はこんな眉毛の形が理想ですみたいな感じでいらしても一応対応することはある程度はできる、うん、細くしたりとか、まあ、形をね、うんうん、マックスでこう取っていくことができるので、うんうん、そういう面では対応できるところもあります。今ねマックスやっていただきましたどうです？ワックスやられてる感覚としては、うん、ワックスつけられ心地どうです？つけられ心地ですか？はい。つけられ心地はね、はい、いや、よくはない。熱い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 いや、マジだ熱い本当に嘘でしょ？嘘です。嘘かよ急遽ですね、なんかモリソンの足の甲の毛を脱毛するという緊急プロジェクトが開始したそうなのでちょっとそちらの方密着取材の方していきたいと思います。あっつ本来はね眉毛に使う薬剤をね今ね特別にモリソンがこう強引にお願いして足の毛をね、はい、いきますよ、いきます。見てください、このふさふさの足の甲の毛こんなに生えるやつおる？いや、だってもうあ、ちょっと失敗しちゃう痛かったということで、完成したようなので実際にですね、出来上がったモリソンの方をちょっと見ていきたいと思います。モリソンさんの、はい、兄弟どうですか？すごい立ち上がってる。すごい立ち上がってる。こうね、画面で見たら、うん、よりね、生で見てる僕目の感じでもすごいけど、うんうんうん、やっぱ画面映えもすごいしてる感じが。本当。うん。いやこれだって違いますよ。僕の毛すごい寝てたんで、うんうん、こんなにピーンって立つと思わなかった。本当。立ち上がりがね。すごい素敵な感じで。でしょ？本当にこれもう自眉毛みたいな感じです、うん。画面越しに見ても、本当描いてるんじゃないのっていうぐらいの眉毛の感じがしてますよ。本当です。すごいマスクしてたら本当にかっこいい。な余計だな。はい、ということでね仕上がりましたが。いやもうなんかすっきりした。
やめて、もう体の疲れ全部取れたよ。なんで疲れ取れんの、逆取れなんで取れんだよ。いや、どうですかね。いや、ほんとね、画面越しでも伝わるぐらい、うん、眉毛のね、威力が威力すごいよ、ね、眉毛の。ほんとにね、やっぱなんか目力もちょっと増したんじゃないこれ。やっぱね、眉の力ってでかいんだなっていう、うん、でかいすごい感じた、うんうん、男前になりましたわね。キリッとした感じで、ね、自分で言うのはないですけど、本当に自分で言うのはないですけど、いろんなお話もね聞けてね、言っちゃいけないトークとか、うん、動画では回せないトークをね、いろいろさせていただきましたが、話題が豊富だから、いや本当です、いや本当にね、うん、楽しいですよね、施術受ける人は本当に飽きない1時間、うんうんうん、だから、うん、そんなにね、苦じゃない1時間、うん、ちょっと楽しめる1時間っていう風に思っていただけたら、パンツでお話してくれますか。いや、そうですよ、もう付きっきりで、1時間付きっきりです。女性の方は人生の先輩なり、そうですね、いろんなお話持ってますから、はいはい、うん、男女問わず、年齢も問わず、あらゆる方々に、ええ、はい、利用していただけたら嬉しいので、はい、いやでもこれだけね、ほんと眉毛だったり、まあその目元をですね、うん、こう綺麗にすることで、人の印象ってね、これだけ変わるんだなっていうのを体験してみて思ったので、うん、ぜひともね、気になる方々はインスタのアカウント、あと公式 LINE の方ですね、うん、概要欄かどっかにちょっと載せておきますので、うん、ぜひとも皆さんご利用していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というような感じでね、はい、第1回のゲストをこうお迎えしてのこうね、素晴らしい企画でしたが、はい、だいぶねボリューミーな感じになりましたが、うん、まあ今後もですね、宮見沢で働く方、北海道で働く方をですね、こうやってこう応援したりこう、ね、はい、手助けできればという思いで活動してますので、僕らの方にですね、一応問い合わせていただきましたら、はい、全力でサポートさせていただきますので、ご連絡いただければ待ってます、はい、という形で今回やらせていただきましたが、じゃあ締めますか。締めますか。はいじゃあちょっと真ん中にいますが、最後2人でちょっと僕らはしゃぐんで、はい、どうぞ待っていただいて、はい、またの動画でお会いしましょう。ではまた。ここでですね、でこう、まあ、今回ゲストで来ていただきました、うん、サロンレーベさんのですね、お得情報、闇沢の方でこの動画を見ていただいた方限定で、おサロンレーベさんのハリウッドブローリフトをですね、なんと初回限定で、通常価格6900円のところですよ、なんと半額以下の3000円でご利用できます。破格ですよ、やばい、とんでもないですよ。一応期限の方が3月末までに連絡さえしていただけたらですね、だから3月の31日に4月のいついつに施術お願いしますっていうのはありですよ、うん、もうお得な情報なんで、皆さん早めにこうアクセスしてみてください、ね、見事に、あ、もう片方の生えてる、日本はこっちでもない頼む恋した顔してる夜空